もうなんかもう総合とかでもラウンド制だとかグローブだとかやめて、はい、もう素手で素手でね30分一本勝負やるぐらい大キータナーカーズアスリーチャンネル。さあ、今回はですね、まあ、キックボクシングも含め、さまざまね、ブレイキングダウンなどの話題になりましたけれども、先日ちょっと僕も実況させてもらいましたけれども、中村さんご覧になりました、はいはい、スダリオ対アンポルキア。あれは僕もそんなに正直そのブレイキングダウンはあんまり見ないんですけど、さすがにあの試合はあんだけ話題になって、まあ、僕もやっぱりルキア選手は K-1 の時からですよね、はい、試合も組んでたんで、うん、そこは見ましたけど、あの体重差で、ね、普通やるのがなかなかないですけど、やっぱりルキア選手のやっぱスピードとか無差別でやると速い選手、なんか僕その 階級を結構みんな日本の選手って下げがちですけど、僕はなんか結構上げてっても勝つかなと思ってて、やっぱ、ね、面白い。僕究極やっぱスピードと動ける選手の方が基本有利だと思うんで、やっぱ大きくてパワーがあっても捕まえれなかったら勝てないなと一緒なんで、その階級で勝ってた選手が上の階級にチャレンジするとよりこうなんか良さが出たりとかいいとこが出たりもすると思うんで、なんかそういった意味ではさすがというか、やっぱあのだけの打撃のスキルがあって、もちろんあの大きさなんでね、なんか試合の後の SNS で見たらなんか足も引きずって、そうですね、松葉杖ついたりとか、ね、ダメージも大きかったと思うんですけど、やっぱそこはすごかったなと思います、ね、これ前田さん、僕も実況して思ったんですけど、スダリオ選手圧力でいくかなと思ったらカウンター狙ってましたね。そう、序盤はどうかなと思ったけど、だんだん慣れてどんどんスピードに慣れてきて、はい、対応したかも、ね、そうですよ ね、 なんかね、もう 2,3 ラウンドあったら分かんなかったんじゃないかなと思いますよ ね、 ね。これでも1分で、結果プラス1ラウンド4ラウンドやりましたけども、うん、ああいうルールとか、基本44キロ以上差がある人たちがあのリングで戦うなかなかないと思うんですけど、そういう意味ではすごい面白い興行ですよね。そうですね、そもそももうなんかもう総合とかってもうラウンド制だとか、はい、もうグローブだとかやめて、はい、もう素手で素手でね30分一本勝負やるぐらいすげえすげえ。でもやっぱり僕もその MMA の試合見てても、はい、やっぱユニファイドルールっていうルールじゃないですか。そうですね、総合とはいえ、はい、でケージでやるっていうことでがある時点で、それこそ前田さんがルールが試合をデザインするっていう言葉を KOK ルール始めた時に言われてたんですけど、本当その通りだと思って、やっぱルールが決まると選手がキャリア積めばそのルールに試合選手ってなっていくんですよね、うん、だからそうなるとだからグローブがあるためにやりづらいグラップリング、うんうん、握る技術、うん、差し込む技術、うん、はい、制限されるんで、あれはなかなかで、もっとグラウンドやりやすくなんですよね。スエラーって言ったんで、なんかポキポキポキ折るやつがいっぱい出てきますよ。で、それで拳も鍛えなきゃいけないんですよ。今あるからそこまでいかないけど、すでになればもうそれせざるを得ないんで。そうそうそう、30分一本勝負やってみますか、大会で。30分一本勝負。ものすごい話題になりそうですよね。もうタイトルそれでいいですもんね。新しく立ち上げて展開1分じゃなくて30分やる、30分1本、アキラの30分1本勝負、はい、ラウンド制だったらもうそれ団体戦じゃない、チーム戦じゃないですか、はいはい、選手が一人で リングの中で30分間の中でスタミナをどうするか、攻撃をどうするか、防御をどうするか、作戦をどうするか、相手をよく観察して弱点を見つけ出したりとか、なんか突破口を見つけ出したりとかやるわけじゃないですか。そうですね、本当の意味の強いやつしか残らないですよ。格闘技最強は30分一歩勝負、30分一歩勝負です。 G1 クライマックスと一緒のスタンスですからねこれは中村元プロデューサーいかがですか。やっぱそのルール、やっぱその時間とかいろいろありますけど、はい、究極その格闘技とか相手をこう殴る蹴るで決着つけるって考えたら、うん、やっぱそういうとこにある程度行くと思うんですよね。だってやっぱそのケージレスリングとかってありえないじゃないですか。そうですね、はい、やっぱ金網があってあるから成立するわけで、じゃああれが全部取っ払ったところでやるってなるだけでもだいぶ戦い方って変わると思う、うん、そういった意味ではそのルールってどんどん出てくると思うんで、うん、それこそブレイキンなんて1分間です、1分、はい、で1分間で戦い方とかが出て、うん、あると思う。いやそうですね、うん、はい、でブレイキンダウンは良かったです、出てきて、うん、なんかね、なんかね、昔のプロになったらボクシングチャンピオンなんだかかんだってね、サンドバッグ打たしたりとかして、なんかもう1分間出した2分間出したとか言ってね、当時15ラウンドやって、15ラウンドの一番 最終ラウンドでみんなラッシュしたんですよ、チャンスが。なるほどなるほど。ラッシュの時はファイティングハルさんの試合とか見たことあります？全部フルで行く感じじゃないですか。もう1ラウンドから15ラウンドからずっとラッシュしてる、ね、ずっとファイティングでしたもんね。本当にラッシュだったんですよね。本当にラッシュだよ。俺原田さんに前に会っていろいろ話したら、なんかもう箱根で足を作るトレーニングやるんだって。だからね、で行くとね、駅伝の選手がこう練習したんだって。あ、箱根駅伝とかね、選手は一人で三角ぐらいの選手に全部行きちゃって。
あの険しき山をですか。そうそうそう、もうむしろ当たり前、当たり前だったでしょ。すごいっすね。やっぱすごい。一人で60キロぐらいを全部買ってくるんですね。そうそう、全然追いつけない。いやいや、信じられない。信じられない。ほんであの人おまけにそれでさ、なんかあの台東町のためにもう十何キロとか二十何キロ、うん、いや最高二十何キロ絞った減量したとか言ってもね。伝説でしたね。やっぱ上には上がいるということがよく分かりました。高級車をもっと身近に、アクセリア。アクセリアの魅力は来店不要、リーズナブル、そしてカーラインナップが豊富。全国へ続々エリア拡大中、アクセリア。強くなりたい。今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。